目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。皆さんはダウンロードコンテンツ緑の仮面にて、このガブリアスが禁断の新技を習得し強化されたことをご存知でしょうか。ガブリアスは北上の里で新たに追加された技マシンによってスケールショットという技を新規習得しました。このスケールショットの習得により、元から強かったガブリアスがさらに猛威を振るうことになると予測されています。スケールショットは2回から5回命中する連続技で、撃つと防御が下がる代わりに素早さが上がる。この技と剣の舞を両立することにより攻撃力と素早さを両方上げて無双するというのが剣舞スケールショット型ガブリアスの立ち回り。ガブリアスは本来竜の舞を習得せず素早さを上げる手段をこれまで持っていなかったため、このスケールショットはガブリアスにとって新技習得以上の意味を持つ大幅な強化となっています。という話題のガブリアスを今日は俺も使っていこうと思うんだけど、ガブみたいにすでに恵まれたポケモンをより強化して貧富の差を広げるのはゲーフリのお家芸で、この強化に乗っかって中ポケを使うのもどこか釈然としないものがあるが、今日は中ポケが中ポケたるゆえんを実感していこうかなと思います。では行きましょう。マッチングしました。グラウクムさん、対戦お願いします。トドロク月使ってるな。そしてヤバソチャ、オーガポン、石杖の面持ち、レイジューランドロス、ヒスイヌメルゴン、羽ばたく神、なんか8匹9匹ぐらいいなかった相手のパーティー。読み上げるのにものすごい時間がかかった気がするんだけど、気のせいかな。これ大剣気か。大剣気いいんじゃない。そもそもレジエレキがヒスイヌメルゴンにも弱ければヤバソチャにも弱いし、てか電気技がもう半減以下のポケモンまみれだから、これ大剣気から入って飛剣知恵並みでまきびしの起点を作ってからガブリアスで、ガブの通りは逆にかなりいいんだよな。羽ばたく神で無理やり1匹持ってくか。これでいこう。相手の先発はガポンか。んー、これは草技が大剣気に対して弱点なんだけど、ウッドホーンっていう回復技であれば相手が先行になるから、まあ、俺が殴った後に回復されるっていうことはまあないと。アクア勝った、打ち込んでいいかな。で、あと飛剣知恵並みって外れるクソ技だから、ちょっとここはね、さすがにアクア勝ったという安定を取りたい。ウッドホーンを普通に打ってくるんだ。これどんなもんかな。相手の耐久調整によるよね。で、あと相手が電光石火とかいう先制技を持っていれば、ここを大剣気の先制技からさらに上を取って倒されちゃうんだよな。しかもアクアカッターのダメージむちゃくちゃ高かったな。ってことは多分ね、エースぶりのオーガポンだから電光石火持ってる可能性全然あるわ。あっても仕方がない。ここは不意打ちに挑戦していく。ガポン引くんだ。いや、ちゃんとしてんな、この人。じゃあまあ、先制技警戒ってことだ。いや、めっちゃちゃんとしてる。なんだろう、この人。すげえちゃんとしてるわ。いや、ヌメルゴンか。これ、立てこもるとか打たれ始めたらすごいだるいけど、まあ、アンコールがあるからそれほど問題ではない。じゃあ、ここ、飛剣知恵並み打っちゃっていいんじゃない？ちゃんと当てるところから始めよう。話をな。まあまあ入る。まあまあ入ってるわ。いや、ここまでやってくれたらもう十分だぞ。ヘビーボンバー。いや、もう十分すぎる。もう全然十分。これで、いや、これ、まあ、ヌメルゴンが直帰持ってる説もあるし、ヘビーボンバーあったのって、まあ、はばかみはどうせ、どの道出せないわ。どの道ここを出すとしたらガブリアスで、ただ、ヌメルゴンはね、冷凍ビームを覚えるポケモンだし、まあ、技範囲結構広いから、まあ、ここはとりあえずテラスタル切って、冷凍ビーム、あとまあ、鋼技もすべて半減で受けつつ、一旦剣舞は積もう。まあ、自信打てば倒せるのかもしれないけど、うん、ここは、剣舞スケールショットを決めないと、オーガポンの上が取れないしね。相手ここ突っ込んでくんのもなかなか勇気あるな。まあ、地震で倒されるならオーガポンで倒せばいいっていう考えなんだろうか。おっと、なんだこのテラスタルは。ここで絶対にガブリアスを止めるってことか。地震持ってる可能性もあるんだよな、ヌメルゴンって。技範囲が広すぎるんだよ。いや、それはだるい。それはもう一番だるいわ。それはね、意味なくなっちゃうんだよね。なあ、ドラゴンテールね。なるほど。んー、まあ、しょうがないや。でも、こう、羽ばたく神に対して、明確にヘビーボンバーっていう打点があるからな。いや、わかった。これ、決めました。これ、羽ばたく神切ります。羽ばたく神は切る。なんなら、これ多分、ムーンフォで倒せないよね。倒さない方がいい。ムーンフォでこれちょっと倒さないでほしいな。ああ、いい、いい。まあ、逆にこんなに効かないとちょっと不安になっちゃうけど、悲しくなっちゃうけど、これで、羽ばたく神を切って、残り1匹になったことによって、ドラゴンテールが相手効かない。だからドラゴンテールでポケモン強制退場させるっていう手が取れなくなったから、だからこれで改めて俺は、
剣の舞を積んでいける。いや、これで自信があってもまあ不一致だし大したダメージはもらわないでしょう。ただまあスケールショットが外れる可能性があるからそのあたりには注意したいが、火炎放射持ってるけど大丈夫、やけど引くなよ。うん、怖すぎる。このゲーム運に支配されたシーソーゲームだから、本当などこに落とし穴が転がってるか分かんない。でも地雷原を歩いてるような気持ちだ。そしてこのスケールショットの 90% という命中率も同じく、これもまた地雷だから気をつけよう。あ、しかし今回はその地雷を踏まないでいく。で最低限2回は当たるからな。でこれでオーガポンの上も取れた、ヌメルゴンも破壊できた、そして相手の足元にはマキビシが散らばっている。勝利条件整ってきてんじゃねえの。あ、デカトドロクツキはブーストエナジーで S が上がるタイプだったらこれ上取られちゃうわ。あー、お前そういうやつもしかして。あ、ほんとやめて、お前そういうやつ。あ、 A が上がるタイプだ、 A が上がるタイプだった。であれば素早さ1積みのガブリアスで上が取れている状態、これ自信でいけるよな。これこんなところでスケールショットの 90% にかけたくないんだけど。いや、これ剣舞積んでんだぜ。いや、さすがにこれ剣舞自身で落とせなかったらもうちょっと剣舞積んだ意味がねえわ。これはさすがに俺はもう自分のダメージ感覚を信じる。これはもうガブリアスという中ポケを信じる。何のために中ポケ使ってるかって話だよ。ここで安定卓自信で轟く月を倒すため、おめえ急所に当てんじゃねえよ。わかんねえだろこれで。あ、でわかんなくなったじゃねえかよ。趣旨がブレんだよ、地雷が。これで剣舞で、剣舞一積みすれば、等倍の地震でも、大体のやつが、その制圧できますよっていう動画にならねえだろうがよ。もう全然趣旨変わってくるよ。もう急所に当てるやつが強いだけの動画じゃん。はい、もうこれ地震で勝ちです。はい、対戦ありがとうございました。こういうところなんだよなポケモン対戦の終わってるところは。これ相手の方も切れてるし、俺もなんか、その、今のが、仮に無効急所だったとしても、なんか運勝ちした感が出るんだよ。いや、くだらねえわ、これは。水刺された気持ちだ。マッチングしました。明美さん対戦お願いします。パオジアン、ウーラオス、巨ジオン、ドラパルト、ヒードランという構築。こちら、レジェーレ機から入るか、大剣機から入るか悩ましいな。大剣機の技の通りはめちゃくちゃいいんだけど、ウーラオスには唯一、ある程度出し負ける気がする。いや、でも大剣機の通り死ぬほどいいんだよな。とりあえず、レジエレキから入って起点作ってガブリアスで積んでいくっていう動きはありだと思っていて、まあ、特性天然のポケモンもいないことからガブリアスの積み能力は光るはず。これ、めちゃくちゃ大剣気出したいんだけど、これ大剣気でスイープでよくないか？大剣気出しちゃおう。相手の先発はドラパルト。まあ、起点作成系のドラパルトなんじゃねえのかな。素早さ的には、俺のレジエレキの方が上。レジエレキは素早さの種族値200。ドラパルトは142。まあ、ドラパルトが高速アタッカーっていうのがなんか歪むような素早さの関係な気はするけど、こいつがね、まあ、なんか起点作成系だと思うんだよな、初手に出てくるドラパってことは。で、起点作成系のドラパって特殊だから、まあ、光の壁から一旦入るわ。まあ、素早さ俺が上だから壁が一応入る。ただま、特性すり抜けのドラパだった場合は、それは無効なのと、あと普通にこういうドラ、物理型のドラパだった場合も、またこの光の壁はあまり意味を持たないことになる。いや、こんなもんわかんねえからな。これは、もうガブにテラスタル鋼を切るしかない。もう切るしかなくなってしまってる。で、剣舞どうのこうのっていう次元の話じゃないんだよな、これって。素早さ相手に上取られてるから、なんかスケールショットから入って素早さの関係を逆転していかないといけない。どうすんのこれ。まあ、ガブリアスじゃなくてドラパルトの強みは、こういうところにもあるよな。いや、初手、ハチマキドラパみたいな流行ってるんだよな。結構、尋常じゃねえダメージだ。信じがたいダメージが突き刺さっていく。で、まあ、これは2回から5回の命中回数についてはランダムなんだけど、まあ、だから、これを、その4回以上確約したい場合は、まあ、イカサマダイスを持たせるっていうのも一つの手だよね。まあ、これで一応ドラパを起点にすること自体には成功したのか。まあ、素早さ上がったから大体のやつの上は取れる。うわ、巨ジオンか。これ巨ジオンで塩漬け打とうとしてるってことだよな、これって。一回身代わり打っちゃおう。これ、この身代わりがなかなかいい味を出すと思うんだよな。なんか今の環境って電磁波とか鬼火とか、まあ、塩漬けも含め、なんかこういう妨害技のオンパレードじゃん。なんか、羽ばたく神っていう、そのブーストエナジー羽ばたく神っていう、その自分より遅いポケモンが世の中に存在しない、もう最上位の素早さを持つポケモンが、
もうこぞって電磁波を撒いてくるような、もう終末期の終わってる環境だから、やっぱ救いがたいよね。はい、研磨で。まあ、だからこういう身代わりっていう技はね、逆に欠かせなくなってると思うんだよな。だそういうその妨害系が流行れば、相対的にその身代わりの重要度も上がるから、うん、だからその電磁波と身代わりがこうはびこるような、本当に救いがたい環境になるんだよ。で、ステロか。すんごい悠長じゃない？大丈夫なんそれ。で、今回のガブリアスは HP の実数値が 16N 調整してあって、食べ残しの回復量が最大効率となっております。いや、これもう一研磨いくわ。普通に冷静にこれは絶対もう一研磨できる。で、あと自己再生か守るでしょう、相手の巨人音。ステロ塩漬け、なんだっけ、まあそのあたりだと思うんで、あ、やっぱないよね、まともな技が。鉄壁ボディープレス型だった場合はこんな悠長なことはできないんだけど、ステルスロックとか巻いてきてたから、まあ、割と中間起点的な巨人音ということがわかる。その情報アドは余さずに利用していく。ここは自信で。これ多分研磨荷積みしたら多分巨人音とって飛ぶでしょ、こんなもん。さすがに飛ぶよな。で、これで、まあ、仮にウーラオスとかが残っていたとしても、まあ上から一発殴れば死ぬでしょ。あ、ヒードランだ。これはさすがに勝ちだと思うが、これはまあ一応相手にテラスタルが残っているから、テラスタル、草とかそういうの切られると自信は半減にされる可能性はある。アイテムが風船ではなかったから、まあここ一回素直に自信打つわ。その後考える物事。まあさすがにテラスだよな。まあ草かフェアリーとかじゃない。まあ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 、これは予想できたけど、あ、別に研磨荷積みしてるから別にいいんじゃない。半減だとて受かる代物ではないという話だよ。マグマストーム、はい、命中不安技に頼ったものの末路。これは綺麗な勝ちだったな。まあ、結局これだってマグマストーム当てられても身代わりが犠牲になるだけだから本体は傷つかないしね。あー、理想的な状態だ。いや、しかもこれスケールショットって命中率 90% で外れる技だから、この半減とて受けを許さない自信で相手を撲滅できる。いや、シンプルに強え。ダメだよこんな技渡したら。スケールショット今からでも没収しろ。マッチングしました。ネウさん体制お願いします。羽ばたく神ガブリアス、オーガポンかまどの面、偉大と押す、サーフ号と以降地区。これ全員読み上げだ。読み上げてねえ奴がいたらてめえらで勝手に想像してくれ。これはカバルドン先発以外に対してはレジエレキが出し勝つ。まあレジエレキから入って良さそうじゃない。レジエレキから入ってガブに繋ぐんだけど、いや、これカバルドンがいた時にめちゃくちゃ損するというか、カバルドンがいた時マジいわ。というのもその吹き飛ばし撃たれるとガブリアスが剣の舞とか積んでもまあ何の意味も持たんことになるから、これ大剣気初手に投げて、でカバルドンの吹き飛ばしとか、まあ、吠えるとかだけは絶対的に牽制する構えをしつつ、レジエレキガブリアスを裏から出していくっていう、裏から展開していくっていう構築はなかなかありなんじゃないのか。これでいこうぜ。相手の先発はガポンか。いや、ガポンだったか。これはまあ草技が弱点になるので、草技が素直に飛んでくるのかな。あり、ここねアクアカッターにするわ。テラスの可能性がまあギリギリあるけど、ちょっとここは安定を取る。絶対この対面でオーガポン倒さないといけないと思うから、あり、ちょっとここはすまん。アクアカッターに甘えさせてくれなあ。そして尋常じゃねえダメージを叩き出す。これは急所に当たりやすい、急所ランクプライ1の技なんで。で、これね、不意打ちを打ちたいっちゃ打ちたいんだけど、相手にも電光石火っていう先制技があるんだよな。ま、打ちますか、一応ね。オーガポンを引くってことは、ある程度不意打ち、アクアジェットあたりは持っていて、で、なお、なんだ、それでいて、まあ、海竜の神速で倒したいっていう意図なのか。まあ、もう被験地並み打って退場でいいと思うわ。なんか通った。なんだこれ。まあ、リュウマイとか、売ってきてんじゃねえのだったら。多分そういうことだと思うわ。普通に自信なんだけど、これなんだ？いや、これもよくわかんねえ。さて、これで、まあ、やりたいことは大体、通せた。まあ、もう、大剣気の仕事としては十分すぎる。レジエレキで、壁張ってってするべきかな。レジエレキで壁張りましょう、これは。というのも、相手にテラスタルを切られると、正直研磨積んだりなんだりかんだりやってもちょっとどうなるか分かんないから、だから一旦ここリフレクターは貼っておきたい。ここでテラスタルを切る意味って何なん？
あ、神速で倒したいってことか、先行で。いや正直これでそうワンパンで殺されてるようだったらもうちょっと話にならないと思ったんだけど、ここを神速打たないんだったらテラス切った意味があんまなくない？いや別にそんなこともないんかな。ねこれはねもう正直十分かな。10万ボルトとかで切っていいや。あーまあさすがにここで打つのか。まあこれは別にね、打たれようと、まあ今後神速を読むとしてもガブリアスに引いてなんかサメ肌のダメージ入れるとかっていう必要はなかったと思う。もうここまでお膳立てして、で相手にマキビシも散らばってて、でも全ての準備が済んでるから、これガブリアスで詰めにかかるぜ。食べ残しだからな、ちょっとその技構成が分かんないのが気になるよね。激鱗とかまあ警戒するならばテラスタル切ってから剣の舞を打ちますか。ここで地震を打つメリットが、いやサメ肌に接触しないっていう観点からだとあるから、ここ一応素で剣舞積むわ。あ、ここ神速打ってきてないってことは多分竜舞、あ竜舞じゃねえ、あれなんじゃない、地震なんじゃない。いやじゃあテラスタル切らなくてよかった、これはテラスタル切ると地震が弱点になってしまうから、これは通常でよかったね。まあサメ肌っていう特性を理解してるから、だから神速で接触するのを嫌がってるってことだ。まあもう欲張らずにもうスケールショット打とう。これね命中率90の外れるクソ技なんだよな。これがほんまに終わってるんだけど、あしかしまあまあいい回数当てていくじゃん。お全弾当ててもいいぞ。おお、すげえ自覚だ。イカサマダイス持ってもねえのに5発全弾当てやがった。ざまあねー、もうこの海流にどんな運の上振れ引いても俺はもう何とも思わねえ。運勝ちでも何でもない。ざまあねえぜ。ああ地獄で後悔しろ、てめえが撒いたカルマの業の深さを味わうといい。いや偉大刀は、いや偉大刀とてじゃない、偉大刀とて物理アタッカーでしょこれね。お墓参りとか打つんかな。もう地震でいいと思うわ。スケールショット、はい対戦ありがとうございました。弱かったよ君。海流使ってんのに弱いなぁ。で切断するのか、海流使って負けたら。ということで今日はここまでにするわ。結論、ガブリアスのスケールショットは今からでも没収してくれ。強すぎる。これはあまりにも強い。いやそれはね、このガブリアスただでさえ元から強かったし、素早さの種族値100にもあって、そこそこ中速以上の素早さ水準を持っているのに、こいつが殴りながら素早さを上げるみたいな手段を手に入れたら、それは無双するに決まってるよね。なんかねこうやっぱ調整が下手というか、ゲーフリの方はこの辺りの想像力がどうも乏しいように感じてしまうな。だからこのガブリアスにスケールショットなんか配布してる暇があったら、もっとマイナーポケモンを救ってやれるようなその調整をしろよ。まあ、こうやってだからポケモン間の貧富の差が開いて、もう信じられない地に係数の国になっていくわけだよ、今の中国みたいに。まあ、ちょっとなんか伝わりづらい話になっちゃった。そうだな、まあ、苦手なポケモンがいるとするならば、まあ、当然特性天然のポケモンだよね、ヘイラッシャとか。まあ、だからそういうヘイラッシャとかが入っているパーティーに対して、まあ、特殊アタッカーで火力を通せるような選出オプションをパーティーに用意してあげれば、まあ、このガブリアスとバランスが取れるのかなというふうに感じました。一応俺の今回のガブリアスの育成論は概要欄に載せておくから、よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌うはない。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。